ほい、どもこんです。ということで、今回はこちらのナヤラビッツを紹介したいと思います。こちらの時ですが、現在行われているジャパンオープンで初日を8勝1敗という素晴らしい成績を残していたリストですね。新秋タイプの活躍ということで、こちらをピックアップしてみました。基本的にはテーマのクリーチャーをバラバラと並べて、ロードや問答急行の事件でパンプして勝っていくという召集デッキと動き自体は似ているデッキですね。ボロス召集と比べてウサギが優れている点は、警官の怪力呼びと穴蔵守りの同士という2種類のトランプル生物が一瞬でバカでかく育っていく点ですね。どちらも生物が出るたびに育つので、特に怪力呼びは1マナで出して飛び込めを唱えるだけで4まで育つので、チャンプブロックを許さないという点でボロス召集に対して有利を取っていくことができます。またロードの冒険呼びはクリーチャーが出るたびに戦術をすることができるので、アグロにありがちな息切れを防ぎやすくなっていますね。足当ての補充兵もかなり強力な生物で、1マナ21トランプルといういいウィリンスタッツに加えて、除去を打たれると生物を育てることができ、さらに神聖コストも持っているということで、単体除去を使ってくる相手に対しては無理の強さを誇りますね。ウサギデッキは完全にセレズニアカラーのものが主流なのですが、このリストではイモデーンを採用していて、やはり召集デッキにおいては爆発力を出してくれる構成になっています。また赤をタッチすることで地盤の危険を採用できるのも大きく、対ボロス召集の後手なんかでは盤面をひっくり返すことのできる1枚ですね。召集デッキ全般に入れることですが、このデッキも一時的封鎖がかなりきついデッキで、サイドに置物破壊が4枚採用されているのも面白い構築ですね。はい、ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。1ターン目から一応動けて、まあ、飛び込め、問答急行の事件まであるということで、キープしていきましょう。まあ、後手ではありますが、最大はボロス召集ですね。まあ、召集デッキミラーということで、基本的には先手が、まあ、だいぶ、有利なマッチアップではありますね。さあ、相手は、魅力的な圧巻。うん。そして、ここは、宝物トークンを生成していく。なるほど。さあ、ひよっこまで出して、一気に3体を展開していくと。まあ、基本的には後手ということで、まあ、次のターンの問答急行とかはもう、割り切っていくしかないかなという感じではありますね。さあ、22を出して、そのままターンを渡していくと。このターンに同士が倒されなければ、はい。まあ、イーオスはまだ、マシな方ではありますね。さあ、1マナクリーチャーが2枚、手札に加わっていく。うん。まあ、後手はどうしてもね、かなり、展開が厳しくはなっていくんですが、一旦このターンは飛び込めで、力を貯めていきますかね。まあ、飛び込めをキャストするか、まあ、テーマのクリーチャーを2体展開するかという感じではあるんですが、まあ、一旦、3体。展開していきましょう。さあ、55アタックして残り15点まで。まあ、同士がね、そのトランプル持ちでどんどんと育っていくので、まあ、ワンチャン差し切ることができるかもしれないという感じではありますね。さあ、相手ここは2枚目のイーオスをキャスト。まあ、ただこれは、なんていうか、こちら的にはどっちかというとありがたい展開ではありますね。まあ相手が、まだ攻めてきていない状況ということで、まあ差し切るパターンも全然あるかなと。さあ、ここタップイン。うん。まあ1体 E を倒して、これはもう殴っていきますか。で、一応問答急行も、解明させたいということで、まあ4体で殴っていいかな。うん。まあ、2体はジャンプアタックにはなりますが。ただ通れば、お、なるほど、そっちをブロック。まあ、でかいの同士で交換と。まあ、ただこれで、クリーチャーの頭数が残ったまま、問答急行が解明していくので、まあ、悪くはない展開ですね。まあ、ただあれか。相手のブロッカーのパワーが5までしかなかったので、サヨナ守りが先に出して、よかったですね。さあ、相手どんどんと展開していく。これは、管理人をでかくする感じですかね。うん。さあ、スクライはボトム。ただ、相手もどこまで
で隠していくかという感じではありますね。さあ2段階で隠していく。一応まあ、ウセロが1枚あるので管理人は倒していくことはできるんですが、お、さらに行く？なるほど。まあ、警戒を持たせることで空から殴ることはできますね。さて、こうなるとまあ、イモデーンはもうケアしないですね。イモデーンなかった場合に勝てるように動いていきたいかなと。さあ、5体でアタック。相手は1、2を、まあ、相打ちさせることができるんですが、さあ残り1点まで。そして、6号が登場と。まあ完全に芋田があるか次第ですが、芋田あったらさすがに死んでそう。さあここは、お、芋田ないですね。復員者がトップ。お、乗せてくる。なるほど。あー、そして問答急行。これはちょっと面倒くさくなりますね。次のターン確定で倒すことがおそらくできなくなったので、うん、ちょっと何かカードを引いてくる必要がありますね。お、ただウセロ引いてくる。これはさすがにフルパンしそうかな。フルパンして、トランプル持ちを弱いブロックをしてきたら、ブロッカーにウセロを打って勝っていけるという流れですね。まあ、相手は全部マスブロということで、さあ、どうブロックしてくるか。うん。さあ、このブロックで確定してくれたら勝てるんですが、どうでしょう。まあ、補充兵を、まあ、タフ5以上でブロックしないと、相手は死ぬという状況ですね。さあ、ただ相手悩んでいる。あー、なるほど。変えてきましたね。さて、こうなると、ちょっとまた、めんどくさくなっていきますね。ウセロはまあ、使っていいか。さあ、まあ、1、3交換ですね。で、こちらだけクリーチャーは残っているんですが、相手はトップが、復員者。まあ、タフネスが2しかないので、トランプル持ちのことを考えると、相手は復員者を出して、地図トークンで土地以外のスペルをめくらないと負けという状況ですね。まあ、こちらがかなり有利な状況ではありますが、さあ、どうでしょう。土地だったら勝ち。土地じゃない。まあ、もしくはこちらが、芋電引いたら勝ちですね。が引かず。うん。まあ、殴るしかないですかね。殴ったら、まあ、一体相手取って、一体こっちが一方ということで。うん。で、相手が次のターン、クリーチャーが引けなかったら、負け。という状況ではありますね。さあ、クリーチャーを引いてきている。しかも、復員者。いや、このあと1点が遠いぞ、これ。で、しかも相手、地図トークンと、手がかりトークンがあるということで、試合が長引くと、これ全然まくられる可能性ありますね。さらに土地。いいよす。まあ、これは一旦、力を貯めましょう。うん。さあ、イオス、召集。え、ちょっとオートタップ。いや、これ緑マナ残してほしかったですね。赤い1マナクリーチャーは入っていないので。いや、これなんか致命的になる可能性もありますね。1点でも通したら勝ちの状況なんで、まあ、殴れるクリーチャーをさっさと用意したかったっていうのはありますが、まあ、オートタップは基本的に信用してはダメですね。さあ、ただ相手解体を引いている。さあ、チャンプブロッカーが大量にいる状況。まあ、こうなると、やはり、トランプルクリーチャーを出していく必要がありますね。いや、残り1点からが、かなり長い展開。しかもこれ全然まくられる可能性がありますからね。少しトップに置いてくる。なるほど。
まあ芋ネーン置かれてると大体負けですが、ギリギリ耐えてるんかな。4体ブロッカーいて、まあ冒険予備プラス穴蔵守り出していきましょう。一応これで、スクライも捨てることができますね。いい様子。トップでもいいかな。穴蔵守り以外のクリーチャーを使って、もうどんどん展開していって、トランプルで一点通す。っていう流れでもいいですね。殴った場合、相手復員者が残るんで、トップにモデーン置かれてたら負けるんで、さすがに殴れなさそうですかね。まあそのまま渡しましょう。次のターンさえ耐えれれば多分こっちが勝てるんですが、ただ相手スクライトップに置いてるんですよね。スクライトップはさすがにモデーンが濃厚。相手は現状タフネスが、6789なので、お、イモデーンじゃない。まあ、ただここでイモデーンの可能性もある。トップはいいオスを置いていた。イモデーン引いている。これは？ただ、2体展開してイモデーンまでできて、お、展開しない。展開しないとなると、これはさすがに足りてなさそう。まあ、これブロックできるんで大丈夫そうですね。これ耐えたらもう勝ちなんで、相手はもうこれフルパンするしかないという状況ですね。2678910111212あるけど、まあこっちのクリーチャー1枚見えてるんで、タフネス8枚以上に上げながら、かつ他の4体をブロックしないといけないという状況なので、相手はこれもう積んでますね。さあ、相手1体だけアタック。怪力呼び出して、さすがにパワー8なんで、まあ足りてますね。じじ。さあ、相手、まあ一般的なボロス召集ということで、地盤の危険は、2枚とも入れていきましょう。まあ、あとは別にそんなに効かないんですけど、後手ということで、まあ、強打入れてもいいかもですね。で、まあ、全体強化かつ、置物破壊ということで、没収の強行も入れてもいい気はしますね。まあ、何を抜くか結構悩ましいんですが、まあ、一番殴りにくい巣穴守り抜いていきますかね。こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。地盤の危険があるのはいいですね。まあ、一応1マナクリーチャー、2マナクリーチャーもあるということで、いい感じに、この地盤の危険が決まっていくと、いい展開にしていけるのではないかなと。まあ、ただこれあれですね。怪力を意味がカエルなんで、2ターン目にこの白緑のウサギを出そうと考えると、まあ、1ターン目に怪力呼びを出すことができないと。そして相手、これ結構土分ではあるんですが、地盤の危険が決まっていきますね。いや、これイーオスまで持たれてなくてよかったですね。イーオスまで引かれてると、まあ、完全なる土分なんですが。さあ、ということで、お、ライフゲインコウモリが入ってる。なるほど。アグロミラー対策で入れてるんですかね。さて、そして、ロードも引いてきたんですけど、基本的にはこれフィニアスから出した方がいいですね。まあ、後々出した、ウサギクリーチャーが全部ね、パンプされていくので。なるほど。このクリーチャーの素材用面白いですね。ボロス召集に初めて出されたかもしれない。さて、ということで、怪力呼び出して、ロード出して、まあこれフィニアスは殴っていきましょう。さあ、フィニアス33になって、まあ、殴れますね。相手がこれトリプルブロックしてきた場合はエリザベスの強打が、まあ、はまっていくということで、殴っていきましょう。相手からすると、このフィニアスもね、無視できないクリーチャーなんで、ブロックする可能性はありますね。はい。さあ、ということで、ブロックしてきたので、もうこれはチャンプブロックになって、
まあだいぶ有利な状況になりましたね。後手ではあるんですが、まあだいぶ、まあ地盤の危険とかも決まった影響で、割といい試合展開ではあるかなと。さあ相手もう一回買いたいからいい様子があるのかどうか。いい様子、うん。さて、これでまた手札補充をすることはできるんですが、イモデーン引いてますね。そして補充兵引いてくる。これはもうあれか、多分全部展開してフルパンかな。まあ次のターンに死ぬことはないんで、さあ回帰を目指して、でさらに補充兵を、申請コストでキャストですね。でこれで怪力呼びが、まあ、2体とも、プラニープラニー。で、さらに、スクライ。怪力呼びはさすがにもういらないかな。今欲しいのはイモデーンか、まあそういう系のカード、イーオスとか。さあ、ということで、フルパンしていきましょう。まあ1体はこれ、ジャンプアタックになるんですけど、フィニアスで殴ることによって、ウサギが全部でかくなっていくんで、まあ殴る価値はありますね。もうこれで2回分全体強化してるということで。さあ残り11点。サイズはでかいですね、ウサギの方が。あとは、まあイモデーンとかを引けるかどうか。まあ引けなくても、サイズがね、上回ってるんで、なんとかやっていけそうですが。もう1回補充兵。まあ、怪力呼びがどんどん育っていくんで、悪くはない引きですね。さあ、申請コストで唱えて、ここで投了と。じじい。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、1ターン目から動いていけるということで、キープしていきましょう。さあ、相手の黒ターン半ですかな。まあ、ウセロが一番いらなそうではありますね。まあ基本的に黒ターンハンデスは、なんていうか、アグロとか、あとアドを取るミッドレンジとかに弱いんで、あんまりね BO3 では見ないんですけど、ただ相手緑も入ってる。まあイモデーンでいいかな。タッチ緑型のハンデスデッキですかね。花粉の分析。うん。分析まで入ってるということは、まあタッチじゃなくて、普通にもうがっつりゴルガリ型ですかね。ゴルガリ型のハンデスは当たったことがないんで、まあ、ちょっとどういう。なるほど。このターン土地引きたかったですね。土地引けてたらグリッサも倒せたんですが、相手これグリッサも入ってるっていうことは普通にゴルガリにあのハンデス入れてるんですかね。まあ基本的に、なんていうか、相手に選ばせるハンデスってめちゃくちゃ弱いんで、まああんまりミッドレンジに入ってるのは見たことないですが。お、そして、次元壊し。あー、なるほどね。まあ多分墓地を使ってくるデッキなんですかね。次元壊しとかで、まあ墓地に落とす可能性があるから、まああのハンデスも入れてるっていう感じかなと。お、さあそしてようやく土地を引いてきましたね。さあ補充兵もこれは1マナでキャストしていきましょう。はい、補充兵2枚目いいですね。そして問答急行で、グリッサはしっかりと倒していくと。さあこれで厄介なブロッカーを倒しながら問答急行も、解明させていくことができると。残り10点まで。さあそして盤面に残ってるのは、まあそこそこでかいクリーチャーたちで、さらにこれ次のターン。はい。まあ、投了と。じじ。まあ、相手ハンデスデッキかと思いきや、まあ、多分これ普通のゴルガリに無情な交渉が入ってるっていう感じですね。まあ、たまたま2枚引いてるだけで。うん。まあ、普通のゴルガリとして、サイドボーディングしていきましょう。まあ、除去が多いデッキということで、2体リアニメートを入れて、で、ゴバカーンとか、まあ、エルズペスの強打も入れていいかな。で、まあ、一番カードパワーが低い
巣穴盛りを、抜いていくと。ゴバ缶は入れていきましょう。うん、まあこんな感じで行ってみましょう。さあ1歩目勝って2試合目、まあ、悪くはないですね。ケーブルしていきましょう。まあ、あとは3マナ目を引けるかどうか。1ターン目除去を持っている可能性はありますが、怪力呼びから出していきましょう。はい、まあ切り崩しは持っていると。まあ補充兵はどちらかというと、3マナで出していきたいですね。コウモリ、うん。さあ相手これ何を抜くかな。まあどれでしょうね。まあ結構金太郎飴なデッキなんで、はい、ここは、ロードを抜いていくと。補充兵正直このターン出しても弱いんで、まあ出さなくていいですね。さあそのままターンを渡していく。まあ確かにそう考えると2ターン目の行動であるロードを抜いてきたのは正解ですね。さあそしてグリッサを出していく。殴ってこず、なるほど。さあということで、まあ一旦補充兵をキャストしていきますかね。まあゴルカニみたいなその除去が多いデッキにとって補充兵をこの申請コストで唱えるとかなりね対処がめんどくさいんですよね。一体を除去ろうとするとなぜかもう一体が2段階でかくなっていくっていう感じですね。さあ花粉の分析から、土地をサーチしていく。うん、まあ完全にこれゴルガリですね。これはもうスルーしていきましょう。さあ1枚は、引いていかれますが、まあこの後の、展開ですね。さあミスラランドから執念の特目、除去を打つとなぜか三々が出来上がっていく。うん、一旦飛び込め出しますかね。補充兵、申請コストで唱えても強いんですけど、まあ、イーオスとかのことを考えると、まあ、クリーチャーの頭数を、まあ、一体でも多く出していきたいかなと。除去。はい。さあ、22が出ていく。これ切り崩し持ってるんだったら打たない方がいいですね。これは、誘発で44になるんで、黒特目が、無駄になっていきますね。さあということで、まあカウンターが乗ってるんでグリッサは一旦ブロックしていきましょう。まあこうなると一旦また補充兵からですね。まあこんな感じで補充兵はね本当に黒いデッキに対してめちゃくちゃ強いんで、いいよスも出していきましょう。今度は補充兵に除去を打つとカウンターが3つ乗っていきますね。さらに補充兵と、ロードを引いてくる。まあグリッサはちょっとずっと残ってますが、まあただかなりこちらが有利な、盤面ではありますね。さあこの盤面をひっくり返せるカードを持っているのかどうか。オールマイナスに、オールマイナスにはまあロードが返ってくるんで OK かな。さてどうするかな。一旦補充兵は出すんですが、まあ、エルスペスの強打を構えるか、どうかですけど、まあ、さすがに殴ってこないよな。いや、殴って強打2発打ちとかもありか。それもありでしたね。いや、ってなると、まあ、ロード出すか。まあ、ちょっと、補充兵分もったいないですが。さあ、残り16点。はい。さあ、これ、ロードを抜いてきますかね。お、そっち？なるほど。まあ、グリッサを除去られないようにっていう感じですかね。ということで、まあ、ロード一旦出しまして、フィニアスはさすがにいらんかな。で、アナグラモリを出していく。スクライ2。あ、いいですね。イモデンはこれもう、多分次のターンに勝てるんじゃないかな。66はチャンプアタックになりますが、フルパンしていい気がする。7、11、14点通るんで、
残り2点になる。うん。殴っていきましょう。まあ、66は、取って、はい。さあ、残り16点から、一気に、2点まで削っていく。まあ、ゴルガリはもう、避難の道とかがね、ないんで、割とやりやすい寄りですね。これでお料と、ずいずい。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。